交通事故動画の審査が何日経っても終わらないので、溜め込んでた試乗動画でお茶を濁します。以前、マツダ2の動画で、2じゃなくてマツダ2だぞというクソコメをたくさんいただきましたが、今回はデミオなんだなぁ。結局 NC ロードスターを買いましたが納車待ち、乗った頃は、デミオのマニュアルを買おうか、かなり本気で悩んでいました。真剣に見定めます。ハイグレードなので精悍なお目目ではないですが、私は変なメッキが入ったによりも、デミオの方が好きですね。乗り心地もこっちの方が良かったし、中古がかなり安く買えるし、正直今でも欲しいです。あえて NC ロードスターを、安いという理由でオートまで買ったので、マニュアル車を買い足す楽しみが残っている。本当はディーゼルに乗ってみたかったのですが、探してもないのよねー。新車価格100万円台なので、高級車でもなんでもないんですが、上質感がある車内。なんかルームランプが唐突にチカチカしだしたんだけど、何ここ、心霊スポットか何か？というわけでやったね、タコメーターがついてきます。内装や所言については、ブログ記事の方で事細かに紹介しているので、暗闇撮影に弱い、iPhone 13 Pro でお許しください。というわけで走り出していくのですが、1050キロの車重に 1.5 リッターのエンジン、かなり元気のいい出だしです。最大トルクは4000回転で141ニュートンメーター、最大出力は6000回転で110馬力と、数値だけならそこまで速そうには見えないですよね。ちなみに残念ながら、ブレーキホールドはついてないです。クルコンも、オートエアコンもついてないのが残念ですが、それでもかなり元気よく加速していきます。十分すぎる加速性能で、体が持っていかれるレベル、前後に4060ミリ、横幅は1695ミリしかないので、こういうちょっと狭いところでも余裕、軽さと小ささで、スペックだけなら大したことないエンジンが、使い切れないレベルでぶん回る。デミオはこれがいいんですよ。そしてですね、意外なのですが、2よりもむしろ、乗り心地いいんですよ。2の方はゴツゴツとしていて硬かったけど、それと比べてのデミオは、足が上下に動いてくれるのを感じる。その分衝撃が抑えられているので、快適に乗ることができます。空気圧は確認してないので何とも言えないけど、後ろから地元の人が来ちゃったので、そこそこ急がないといけませんな。電柱に見かけ上の車線幅を大きく減らされる区間でも、基本的にすれ違いが気になることはない。私は現代車の肥大化に否定的なので、なおさら好印象です。それにしても、これだけ加速してくれるなら、リスクを取ってディーゼルを買わなくても、別にいい気がしてきます。まあ動画ネタとして買うなら、10万キロオーバーのディーゼルの方が、ただのデミオよりいいだろうがな。なおデミオのエンジン、この子は 1.5 リッターですが、基本的に 1.3 リッターメインなのでご注意を。上位グレードになると、レザーシートまでつくようになるので、選ぶ楽しみもありますな。4WD を買っておいて、雪道の足にするのも面白い。さっきから初見の道を走るペースを、後ろの車との、車間距離の開き方で決めるという口頭走法を行っておりますが、突然狭くなっても、突然急カーブになっても、小さくて軽いと物理的な限界が高いので、安心感があります。ここから一気に上り坂になっていって、エンジンの底力が試されますが、さすがデミオ、ガンガンに登っていく。ただトランスミッションが、走り心地の面では弱点になってますね。実はこれ、CVT じゃなくて、6速 AT なんですよ。これによって、3速ではもっさりだけど、2速に落ちた途端にドカンと加速して、エンジンがうるさくなる。こういう問題が生じるんです。2の動画でも、全く同じことを言ったけど、小さいエンジンをぶん回して頑張る小排気量車だから、なおさら辛くなっちゃうね。普通に乗るなら、基本的に CVT の方がいいんだよな。違和感にもそのうち慣れるし。ここら辺はマツダ車の考え方が、現れるところでもありますな。ただまあ、このレベルの上り坂であっても、最終的にベタ踏みにはできなかったんですよね。住宅地を抜けて、これから山道に入っていくのですが、1.5 リッターが使い切れないってどういうことよ。費用や燃費の面からも、ぶん回して元気に走るという意味でも、1.3 リッターのガソリンで十分すぎると思います。でもマツダのディーゼル、気になるんですよね。伊丹空港の隣のタイムズカーレンタルで、ディーゼルの CX5 が借りられるらしいんですよ。CX5 にはあまりいい評価をできなかったので、いつか乗り直したいですな。というわけでスポーツモードに入れて、ここからはマニュアルシフトで行きます。基本的に二速固定かな。エンジンがいい具合に乱暴なので、数値以上に速い車だと感じるし、長い直線がないとベタ踏みできないよ。さて、ハンドリングについてですが、ステアリングの直径がかなり大きくて、操作に対する応答もちょっとだるいですね。ロール量もかなり大きいのですが、別にスポーツ車じゃないよねと考えれば、十分すぎるものです。
からすごい急カーブだな。先が見えねえ。急勾配の中で速度が落ち込むと、アンダーパワー車では再加速が絶望的になりがちですが。勾配をもろともせず、むしろエンジンの元気の良さを味わえるので、これがまたいいんですよ。RX8 の中身の良さを知っている身なので、見た目高級、大型、高価格路線より、私はこういうマツダ車の方がよっぽど好きですね。小排気量エンジンなのに、このレベルのヒルクライムもガンガンに楽しめるのは、125cc バイク乗りには羨ましい限りだぜ。GSX-R125 の排気量では、上りのコーナー出口で全然再加速できなくて、走りのペースが作れないんですよね。低出力であるがゆえの絶望を知っていると、パワーのありがたみも痛いほどわかるな。いくらトップエンドだけパワーが出たって、6500回転キープでコーナリングとか、アクセル過敏すぎて扱いづらいですからね。というわけで登ってきたのですが、さっきのルームランプチカチカと相まって、お化けでそうですねー。ロール量自体は大きいのですが、全く怖い感じはないんですよ。程よくゆったりとしていて、ご年配の方でも安心して乗れるように、作られてる感がある。最小旋回半径は 4.7 メートルらしいので、ここで U ターンをしていきましょうか。日本のコンパクトカーは本当に偉大です。特にデミオは、純正状態でも走りの楽しさがあります。ハンドルがスカスカで、ダイレクト感があんまりないのがちょっと残念だけどな。というわけで引き返していきましょう。ヘッドライトを点滅させて、配達宅見してくる車がいないか、確かめる徹底ぶり。夜間だけ使えるマイナー技だな。なんかデミオって、かなり速度を出して走る人がいる印象だったのですが、この中身なら余裕だわな。どうしようかな、欲しいっちゃ欲しいのですが、そろそろ本格的に株を買い集めたいし、お金は有限だからな。最近日本株が、なんか異常に高いんですよね。割安すぎて海外から買われてるのか、金の避難先になってるのか知らんけど、なんか儲かってるのよ。でもアホ相場っぽいんだよな。ここ数年は株高だったんだし、どうせまた暴落する。まあそういうのはどうでもいいのよ。でも中古車相場も落ち着いたし、この方のデミオ、マジでお買い得よ。それにしてもさっきから、急カーブが過ぎるだろ。実はこの後、大阪の都心部まで移動して、シビックのイーヘブに乗るんですよね。時間余りまくりだよ。そうだった逆だった。六甲山の近くでちょうど見つけたデミオに試乗して、たっぷり休んでからシビック乗る予定にしたんだ。本当は投稿主は、ディーゼルのデミオに乗りたかったんだが、さすがに見つからなくてな。そしてこのエッグイカーブである。いろは坂より険しいんじゃないかこれ。バイクできたら死ぬだろ。もう8分ですが、マツダ2と基本的に似たり寄ったりな車なので、そこまで言うことはなかったんですよね。それにしてもマツダ2っていうネーミング草だよな。高級感を出したいのに、SNS でには違うぞっていう指摘中が湧きまくるせいで、マツダ嫌いが増える。予算的には ND だって変えたのに、わざわざ安い NC を選んだのも、そっち路線のマツダが嫌いになったから。という理由でした。ディーラーと開発人は全くの別物なのに、ディーラー関連で嫌な思いしたから、二度とこのメーカーからは買わないと人は考える。そんな中で、SNS で暴れ回るというのは、大好きな企業と文化を、けなす行為になるのかもしれないです。私はもう YouTube にやる気ないですが、誰も私の動画を見ていないというわけではないので、やっぱり気をつけなきゃいけませんな。最後に有意義なことを言いますと、ちらっと映っていた通り、この個体の走行距離は 7.2 万キロでございます。バリッバリに元気です。この距離なら中古で買っても、普通に乗れると思います。10万キロの基準なんて、もう過去のものだよな。なお私が買った NC は8万キロでしたが、ホロや内装がボロボロだったんですよね。目に見えるところだけじゃなく、中身の方も評価したいものです。マツダブランドも、クイックでスカスカなハンドリングじゃなく、重さと一体感があればなぁ。というわけで買うかわかりませんが、デミオの試乗動画でした。グレードはおそらく、新車価格139万円の 15C でしょう。139万円って、何かの冗談かよ。コスパ最強候補ですな。というわけで、動画はあっても審査に通らない中で、ダラダラ作った試乗動画でした。テンポが悪かったら申し訳ございません。次に出すならコペンですかねー。なんやかんや、デミオは検討中ですので、オーナー様の、特に10万キロを超えた方のコメントをお待ちしております。自動車メーカーが好きなら、中古じゃなくて新車を買ってあげてほしいんだが、デミオのコスパは最強だからな。はい、ご視聴ありがとうございました。